さんどうもお久しぶりです。サイトです。まだやめてません。はい、というわけで、まあ一応完結させようかなと思ってブラッドボーンの続きをやっていきたいと思います。前回はローゲリウスを倒したんですけど、今回はアメンドーズを倒すということで、まあアメンドーズのマップはかなり長いんで、まあそれはまあカットなりなんなり入れてね、まあ終わるということでね。なんか迷っちゃった、ちょっと迷っちゃった。あれ、こっちだったっけ。まあいいや。あー、ここか。まあこれは本来違うっていうか、まあ正規の道じゃないんですけど、まあいいかな、別に銃で撃たれるのめんどくさいし。というわけでですね、ここを抜けた先に、NPC とかあの敵とか全部先に倒してあるんで大丈夫です。でここを抜けた先に大部屋があるんですけど、まああそこにアメンドーズがいますね。本当はあそこのアメンドーズは見えないんですけど、まあ今右上の啓蒙が40以上あるので、まあアメンドーズが見えるんですね。ということで、まあとりあえず啓蒙は云々はまあともかくとして行きましょうか。この扉の前にいると、まあ本来ならこの扉にいる前いると、こうやってあのアメンドーズに潰されて死んじゃうんですけど、発狂で死ぬんですけど、今扁桃石をね、金域の森でいつだかゲットした扁桃石を持ってるので大丈夫ですね。というわけで、理由は分かりませんけど、なぜか扁桃石を持ってると、ここでアメンドーズに殺されずに、なんか慈悲みたいなものをもらってそのまま先に進めるっていうか、まあこのアメンドーズがいる教室、アメンドーズがいるっていうか、まあアメンドーズがここにいるわ、直接いるわけじゃないんだけど、まあ教室棟というところに着くわけですね。で、まあこの教室棟なんですけど、なんだろう、よくわかんないな、何の生徒がいたんだっけな。で、ここにいる人と話しておきます。What a joy it is to behold. It must be such your nigh on a beast of the field. Are you Osiris? まあよくわからないことを言ってるんですが、まあ要するに、まあここに来てしまったからにはおとなしく進むしかないよ、いくら考えても無駄だよみたいな、そういうことだったような気がしますね。まあ実際ここはあんまし探索しても意味ないんで、まあ行きましょうかね。まあここはちなみに教室を1階ですね。上もあります。まあ上に行くとはまあ後々になるんで、まあ今は別に関係ないですね。はい、では先に進んでいきましょうか。ここの扉を抜けると先に進むことができます。でちなみにここの扉を開ける前にここを開けておきます。まあここを開けておく理由としては、まあ上に敵がいるんですけど、アイテムがね落ちてるんで、こうやって、でまあ本来だったらここの上の敵にビビっていうとこなんですけど、まあすでにいること知ってるんで、まあ問題ないです。まあちょっとこっちが強くなりすぎちゃってる感もあるんで、ちょっとレベル上げすぎたかなって思ってます。まあ後々っていうか、今聖杯ダンジョンも結構裏で進めてるので、まあそのせいで武器が強くなりすぎてるっていうのもあるかな。でここを開けるとなぜか黒い影が広がっていて、先に進むことができません。で他の場所に飛ぶんですね。でどこに飛ぶかっていうと、まあ悪夢の辺境と、悪夢に飛ぶわけですね。まあ今の演出的に、まあ悪夢に入ったってことでいいんですかね。まあ多分教室棟に入るとこう悪夢を見てしまうっていう。でちょっとここはまあなんだろう、説明することが特にないんで、あったします。
はい、なんだっけ、アメンドーズのとこまでやってきました。2つ目のショートカットを抜けた先にあります。赤い火をつけてから行きましょう。まあ、ムービーが先に入りますけど、初回なんで。入らなかったっけ。なんか最初できなかったっけ。まあこんな感じで、まあ、序盤は腕狙ってちょっと激しくなるんですけど、まあ、腕が何だっけな、腕が弱点っていうか、なんか腕を何度も攻撃すると、なんか攻撃のチャンスがあるみたいな。実際に当たり判定はないし、まあ、別にこうやって前に行ったり後ろに行ったり繰り返してれば問題なく倒せるんじゃないでしょうか。で手がつくんで手を攻撃します。するとまあ攻撃の隙ができると。こういう敵ですね。はい、特に面白みもありません。で、いてあの攻撃の受け方ちょっと分かんないな。はい、まあ同じことの繰り返しですね。おっと、その攻撃の受け方は本当に分からないから。もうちょっと後かな。なんか腕を、あーこれですね、これこれ、こうやったときはまあこの攻撃以外は問題なく、この下でどうやったかな。あーこれこれこれ、この手が降りてくるんですよ、後半になってくると。あーあと当たり判定が増えるんで、まあこの辺りかな、狙うべきは。まあメタ的な話になりますけど、1周目なんで。やばい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 、
よし倒した。危ねえ危ねえ危ねえ、めっちゃ途中焦った一番最後の方超焦ったんですけど。というわけでね、何もね心配なく、はい、アメンドズ激アです。はい、じゃあ今回の動画はここまでとします。はい、ここまでご視聴してくださってありがとう、ありがとうございました。よろしかったらね、また次の動画もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。